ちょっとまた上がって一緒に楽しんでいこうというか、うん、そうですね、ともさかにちょっとですね、まあ、手伝っていただきたいんですが、ひとりさん、その前に、3名のカード当てというですね、なるほど、3名の方のにカードを引いていただいて、それを予言するという、まあ、予言の予言ですね。はい、じゃあ、私、はい、最後。はい、手挙げてる。あ、挙げてる、ね、はい、じゃあその隣のお客さんやってみて。ずっと挙げてるよ。挙げてるよ。じゃあこうやってやっていくから。じゃあね、今から先生がパラパラパラってやっていくから、好きなところで、イヒヒヒヒ。それそこじゃない。どこで止めていくの。ね、じゃあ、はい、どうぞ。どうぞ。双子で揃って終わった後に言ってた。大丈夫か。頼むよ。で、はい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 、いいですか。いいね。じゃあね、これ見えてしまってるので、じゃあ、ここが切れたか、じゃあ、ちょっと渡してもらっていいですか。ね、ごめんね。はい、じゃあ、はい、はい、じゃあ、よろしくお願いします。はい、いやいや、15番いいか、はい、マジシャンバカにしたね。はい、はい、じゃあ、いきます。ね、これも見えてしまう。はい、そして、もう一人。あ、はい、じゃあ、よろしいですか。じゃあ今度は、カードを引くんじゃなくて、なんか怪しいので、はい、心にカードを取って思い浮かべてみて。 OK ですか。忘れないでくださいよ。忘れないでくださいよ。じゃあ前の方に。よいしょ。皆さん大きな拍手お願いします。ありがとうございます。で、はい、このね、カード引いた方はちょっと座ってもらってね。で、しっかりこれ誰も見えないようにしてね、はい、自分でしっかり覚えてね。はい、さあここでですね、今から3つのカードを当てるんですが、ちょっと変わった当て方をします。変わった当て方、どういう当て方かと言いますと、この風船の中にカードが、なんか大丈夫か、落ち着いて割れないようにね、中にカードがこう入っています。はい、それをナイフで刺して当てるという、ナイフ刺しっていうね、有名なマジック。あ、すごい。それをちょっとナイフを投げて、当てるという、お客さんに持っていただいて、はい、やると思います。ね、なるほど。じゃあ、まずちょっとこちら持ってきましょうかね。はい、わかりました。ちょっとね、僕ね、ナイフ投げ、ちょっと最近、お手でガチャンビング練習したっていうのを僕がやってるんですよ。おお、これちょっとどうしてもらっていいですか。ちょっとじゃあそっち側にしてもらっていいですか。ちょっと距離ちょっと大丈夫。危ないですよ。よし、靴脱いで。ね、このナイフをちょっと使って。まあこれスポンジですので。いますよ。マスクいきますよ。さあ。いきますよ。3、2、1。おお。はい。じゃあ、ちょっと待ちなので、ね、こっちでこれでいきましょうか。じゃあ、お願いします。じゃあ、赤い風船刺すと手を持って、ごめんね、ごめんね。大丈夫だからね。練習してるから。練習してますからね。いや、あんまり、もうそうね。はい。すごい。はい、じゃあ、私やります。いいね、じゃあこれではちょっとまだ面白くないので、目隠しをしたいと思います。逆にその方がいいと思う。逆にその方が、じゃあ眼鏡ちょっと取っていただいて、ちょっと目隠し、中にカード入ってるんですますよね。こうしてみて、はい、入ってますね。はい、ます見えませんか。あ、見えないです。はい、はい、あまり動かないでくださいね。私じゃあしっかり押さえてください。はい、はい、動かないですね。じゃあこれ怖いよ。よく考えたら一番怖いよこれ。大丈夫大丈夫、頼むよ。大丈夫、ちょっとフォーク気味で投げていくから頼むって。死に見ない。じゃあ皆さん、怖い怖い。3、2、1の掛け声ちょっとお願いします。いきますよ。えせーので3、2、1でいきますよ。せーの、マジで、ちょっと待って。3、2、1。はい、おーいかお
ハートのエース。ハートのエース。これは、あの、引かせたわけで、引かせたというか、その引かせたとかなんかこう、僕が選ばせたとか、そんなことあったんですね。なんかちょっと振ってみよう。入っちゃったね。じゃあ、ちょっと、同じく入るわ。ちょっと待ってね。カードがいっぱいありすぎて、わからないから、これ危ないわ。中にカードがちょっと入ってるので、ここをちょっと掃除して。じゃあ、もうちょっと前の方に。ほんと何もないですもんね。はい、じゃあ、これでごめん。ありがとうございました。